エンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。今月8日に AKB48 を卒業する高橋みなみさんが5日、自身が撮りためた写真による AKB48 卒業フォト日記の発売記念トークイベントを行いました。卒業を間近に控えた現在の心境は、なんか流れゆくままにお仕事をしているので、なんか途切れることがないんですよね。途切れて一回考える時間がなくて、特別公演っていう形でやっていいよっていう風に、その方がいいと思うっていう風に言われて、自分でセットリストも考えたりとか、すごい打ち合わせも昨日も24時ぐらいまでずっとやってて、だからなんかずっとやっぱり AKB のことは考えているから、妖怪子それを考えなくて良くなるっていう瞬間がちょっと想像がつかないところはありますね。8日の卒業公演ではどんなコメントが出るのでしょうか。タレントのマツコデラックスさんが P&G レノア本格招集の CM キャラクターに起用され、6日イベントに出席。このイベントには囲み取材が設けられていなかったため、マツコさんの去り際に報道陣から声をかけられました。乙武さんが誕生日パーティーで謝罪したんですけど、私は言ってあげたいのよ。コメントしたくてもできない状況もあるみたい。モデルで女優の玉城ティナさんが5日、自身初の写真集観光記念イベント前会見に登場。写真家の篠山紀信氏に自らオファーをしたという玉城さんは、水着や上半身裸での大胆カットも覚悟はしてたので、特に何とも思わず、何とも思わずっていうか、まあ、スムーズに撮影はできたと思います。生々しいエロさじゃないんで、すぐさらっとしたエロスだと思います。篠山氏も傑作と胸を張るこの写真集、ぜひチェックしてみては。子役の谷香音さんが6日、CM キャラクターを務めるフィットちゃんランドセル2017年ラインナップ発表会に出席。小学6年生になった香音さん。妹が今年1年生で、今日が入学式なんですね。学校はこんな風に楽しいよとか、こうアプローチできたらいいなって思いますね。まだ笑顔だったんですけど、明日とかどうかなって泣いちゃうかもしれないのでと、お姉さんぶりを発揮していました。人気アイドルグループ嵐の相葉雅紀さんが6日、朝にいいことカルビーフルグラ新 CM 発表会に出席。イベントでは相葉さんが60秒間での朝食作りにチャレンジ。ヨーグルトの周りにフルーツとグラノーラを飾り、フルーツライオンを完成させました。出来上がったお皿を報道陣に向け、眉毛が下がってリーダーっぽい感じになりました。リーダーライオンですと堂々と紹介。仲良しと有名な嵐ですが、こんなところでもグループ愛を感じる一幕でした。以上、今日の芸能ニュースでした。また明日。